昭和63年4月、丹波田園公共ホールは、ホロンピア88北摂丹波の祭典の中核施設として、丹波地域の夢と希望を一身に背負って、笹山の地に華々しくオープンしました。城下町笹山にふさわしく、瓦葺き、白壁造りの外観で落ち着いた佇まいの日本建築風の施設です。設計コンセプトは、生演奏を中心とした音楽ホールとしての機能を最も重視しており、音響反射板やオーケストラピットなど充実した設備があり、クラシック音楽や声楽だけでなく、バレエ、演劇、講演会などあらゆる舞台芸術に対応可能です。丹波地域だけでなく、広域にわたってたくさんの方々に利用いただき、地方におけるまちづくりのモデル施設として全国からの視察があり、芸術文化振興の場として多彩に活用されてきました。客席は800席で、ワンスロープ形式の緩やかな勾配となっており、アーティストの情熱を肌で感じることができ、どの席からも見やすく素晴らしい音色で鑑賞できます。開館以来、音楽ホールとして世界中の一流アーティストによる公演が行われてきました。またアマチュアの出演者にとっても、夢を叶える場所として、さまざまな市民参加のイベントが日常的に繰り広げられ、たくさんの感動を生み続けてきました。中でも、市民が主役となって参加する市民オペラ、市民ミュージカルなど、市民参画型事業の運営は、人と人とのつながりを大切にし、心豊かに暮らせる文化活動として市内外から高い評価をいただいています。そしてこのホールのもう一つの特徴は、市民が文化ボランティアスタッフとして参加し、運営するシステムを作り成功したことです。舞台、照明、音響技術に携わる裏方チーム、ステージオペレータークラブや、受付や来場者を案内するレディースアイ、イベント企画を自主運営する女性企画グループレディース21など、ホールと市民が一丸となった運営スタイルは、今や全国に誇ることのできる財産となっています。そして今、開館より23年にわたり市民と共に歩んできた丹波田園公共ホールは、大規模な改修を経て兵庫県より笹山市へ移譲され、生まれ変わりました。改修にあたっては、人に優しく誰もが利用しやすい施設を目指し、さまざまな改善に取り組み、さらに使いやすく夢を想像する快適な空間を実現しました。
笹山市に移譲された丹波田園公共ホールは、今回のリニューアルに合わせて3つの基本方針を軸とした新たな基本理念を策定しました。基本方針1、文化芸術の鑑賞や発表の場として市民みんなが感動できる拠点。基本方針2、市民の参画と共同で個性ある文化を創造できる拠点。基本方針3、文化芸術を通じて人と人とが集い交流できる拠点。この基本方針に基づき、市民共同による文化芸術の向上と夢ある文化事業の創造を基本理念として、より充実した施設の運営を行っていきます。丹波田園公共ホールは、市民の心豊かな生活と人々の絆を大切にしながら文化力の向上を目指し、未来を支える子どもたちへの文化芸術推進の拠点となることを目標に、今新たな歴史を刻み始めます。人と人との関係づくりの中で、見る喜びや想像する喜びを分かち合い、生きる力を湧き上がらせる確かな力を培いながら、感動、創造、交流を軸とした夢のある公共ホールを作り上げていきます。